旅客機撃墜事件の一覧では、平時、戦時中に、故意、偶然に引き起こされた民間航空機の撃墜事件を列挙する。ただし、テロリストによる爆破、飛行妨害事件については除いている。そちらは、航空機テロ、破壊行為の一覧を参照のこと。1938年8月24日、香港発支線省。 生徒行きの中国航空講師とパンアメリカン航空の共同運航便が中国領空内に侵入した際、日本海軍機より攻撃を受け富士着水。富士着水時点では死者はいなかったが、その後機重装者を受け乗員乗客17人中14人が死亡した。この事件は民間航空機が敵国軍の攻撃により撃墜された最初の事件であると考えられている。 1940年6月14日、エストニア共和国、ユーレミステ空港発フィンランド共和国ヘルシンキマルミ、空港行きのアエロ1631便が離陸後に、ソビエト連邦のイリューシン d p 3爆撃機2機に、攻撃を受けて離島大北東数キロメートル地点のフィンランド湾に墜落、乗員乗客9人全員が死亡した。なお、 事件発生日時は冬戦争終結3ヶ月後、継続戦争勃発1年前であり、フィンランド共和国とソビエト連邦は休戦中であった。1940年10月29日、中国航空講師の運航するダグラス DC-2 0警号が途中経由地の雲南省戦役飛行場に着陸した際、数分前まで同飛行場を攻撃していた日本軍機が1 0警号に 機銃奏者を行い乗員乗客12人中9人が死亡した。重警号は1938年8月24日に日本軍に攻撃を受けたケーリングを回収した機体であったが、この事件で爆発炎上し、回収が不可能となったため二度と空を飛ぶことはなくなった。1942年1月30日、オーストラリア連邦ダーウィン発オランダ領東。 インド諸島ティモール島クパン経由同国ジャワ島、スラバヤ行きのカンタス航空、S23 エンパイアが、西ティモール沖を飛行中に霊式艦上戦闘機より、攻撃を受け墜落、乗員乗客18人中13人が死亡した。1942年3月3日、オランダ領東インド諸島ジャワ島をバンドン発、オーストラリア連邦ブルーム行きのオランダ領、インド航空。 ダグラス DC-3 が西オーストラリア州キンバリー海岸付近を飛行中に第2本帝国海軍航空隊零式艦上戦闘機3機に攻撃を受け砂浜に不時着。不時着後機体の操縦が効かなくなり海上へ出たところへ機銃操車を受け乗員乗客12人中4人が銃撃により死亡した。また同期には当時のレートで 推定15万から30万ポンドのダイヤモンドを積んでいたが、この事件によりその大半が海中に沈むか盗難にあっている。なお、翌日に上空を通過した97式飛行艇が陶器を指認し爆弾を2つ投下したが、機体、乗員乗客に被害はなかった。1943年6月1日、ポルトガルリスボン空港発イングランドブリストル、 空港行き英国海外航空777便が、ナチスドイツのユンカース188爆撃機発揮から攻撃を受け、ビスケー湾に墜落、乗員乗客17人全員が死亡した。1943年10月22日、スコットランドアバディーム発、スウェーデン王国ストックホルム行きの AB。 アエロトランスポルトダグラス DC-3 が、スウェーデン王国放浪島上空で、ナチスドイツのユンカース188爆撃機から、攻撃を受け墜落、乗員乗客15人中12人が死亡した。1954年7月23日、タイ王国バンコク発香港行きのキャセーパシフィック、航空ダグラス DC-4 が、南シナ海上空を飛行中に、 中国人民解放軍空軍らマイナス -11、戦闘機2機から攻撃を受け、中華人民共和国海南東沖に、不時着水、乗員乗客19人中10人が死亡した。1955年7月27日、イギリスロンドンヒースロー空港発、イスラエル国ロット空港行き LR 航空402便が、ユーゴスラビア社会主義、 連邦共和国ベオグラード付近より航路を逸脱し、ブルガリア共和国の領空を侵犯、スクランブル発進した、同国国防軍のミック -15 戦闘機2機より、攻撃を受けヘペトリチ上空で、空中分解、乗員乗客58人全員が死亡した。1961年9月18日、コンゴ共和国、エリザベートビル空港発同国ぬじり、 国際空港経由ローデシアニアサランド連邦オンドラ空港行きの国際連合チャーター機がオンドラ空港手前にて墜落国際連合事務総長ダーグハンマルフェルドを含む乗員乗客16人全員が死亡した公式調査においてはパイロットエラーによる CFTC が墜落原因とされたが2014年にはカタンガ空軍のベルギー人用兵によって 撃墜されたという証拠が挙げられており、チャーター機は、ハンマルフェルドの暗殺目的で撃墜された可能性も、浮上している。1962年6月30日、ソビエト連邦ハバロフスク空港発同国モスクワ、ブヌーコボ国際空港行きやエルフロート902便が、クラスのヤルスク空港より東へ2 8トル地点に、墜落、乗員乗客84人全員が死亡した。 墜落原因は不明であるが、胴体に残された外部からの衝撃によるものとみられる、穴や遺体に残された、飛散物による損傷、また、同空域付近において、ソ連軍防空部隊が、対空ミサイルの訓練発射を行っていたことから、死対空ミサイルによる誤射が原因とみられている。1973年2月21日、リビア国トリポリ国際空港発。 エジプトアラブ共和国カイロ国最空港行き、リビアアラブ航空114便が、景気故障と視界不良によりイスラエル国の領空を侵犯、スクランブル発進したイスラエル空軍のファントム22機が、強制着陸を行わせようとしたが114便乗員はこれに気づかずファントム2は114便に、大使攻撃を、開始、114便は緊急着陸を行おうとしたが、 着陸前に右膠着装置付近が爆発し、スエズ湾の東約 15km 地点に墜落、乗員乗客113人中108人が死亡した。1978年4月20日、フランス共和国パリオルリー空港発大韓民国、金浦国際空港行き大韓航空902便が、コンパスの故障により、グリーンランド付近で航路を逸脱。 ソビート連邦の領空を侵犯した、タメソ連防空軍のスホイス -15、迎撃戦闘機に機により迎撃を受け、戦闘機からの更新を無視あるいは更新が取れなかった902便は、ミサイルによる攻撃を受けた。902便は攻撃後も飛行を続けられたため、戦闘機の先導の下ムルマンスク郊外の凍った、イマンダラコに、富士儀、乗員乗客109人中2人が死亡した。 1978年9月3日、ローデシア共和国、ビクトリアフォールズ空港発動国、ソールズベリー空港行きエアローデシア825便が、ジンバブエ人民革命軍の休憩30日、対空ミサイルによる攻撃を受け墜落、乗員乗客56人中38人が、墜落時の衝撃で、死亡10人が、現場にやってきた人民革命軍により殺害され、 こちらに向かってくる革命軍を見つけ茂みに隠れて難を逃れた3人と革命軍到着前に水を求めて現場を離れていた5人の計8人が最終的に生存した。1979年2月12日、ローデシア共和国カリバ空港発同国ソールズベリー空港行きやローデシア827便がジンバブエ人民革命軍の休憩30日。 対空ミサイルによる攻撃を受け墜落、乗員乗客59人全員が死亡した。同便には、ローデシア軍の長である、ピーター・ウォールズ夫妻が、搭乗予定で二人を暗殺する計画であったが、二人は、直前に、別の便に搭乗便を変更しており、難を逃れている。1980年6月27日、イタリア共和国ボローニャ・ボルゴッパニゴレ空港発。 同国パレルモ国際空港行きイタビア航空870便が、ティレニア海上空で突如爆発、墜落し、乗員乗客81人全員が死亡した。墜落原因については、はっきりしておらず、事故調査委員会は、機内で原因不明の爆発が起こったためとしている一方、裁判所は、ソラ対空ミサイルの命中によって機体が爆発し、墜落した可能性が、 最も高いとの判断を下している。1980年2月8日、トグ、アンゴラ航空のヤコブレフ約マイナス40が、アンゴラ共和国またらに墜落、乗員乗客19人全員が死亡した。国際民間航空機関は、外国航空機が何らかの行動をとり、誤って約マイナス40を撃墜したものであると報告書に記述した。 未確認の報告においては、ザンビア共和国の j 六内市ミック十九が関与しているとの言及もある。九百八十三年九月一日、アメリカ合衆国ジョーン F ・ケネディ国際空港発、大韓民国金郊国際空港域大韓航空零0 7便が、広報ミスにより、ソビエト連邦の領空を侵犯、ソ連軍のスマイナス十五 t m 迎撃戦闘機が、 警告射撃を行うも007便乗員はこれに気づかず、ソ連軍はミサイルを2本発射、うち1本が007便の尾翼に命中し、カラフト島西の海馬島付近の海上に墜落、乗員乗客269人全員が死亡した。1985年2月24日、セネガル共和国ダカール予府空港発、スペイン王国ランサローテ空港行きの アルフレッド・ウェゲナー局地海洋研究所が所有するドルニエ228が西サハラ上空を飛行していたところ、モロッコ王国の偵察機と誤認したポリサリオ戦線が攻撃を加え撃墜、乗員3人全員が死亡した。なお、撃墜数分前にも同研究所の所有するドルニエ228のポラール2号機が同空域を通過していたが、こちらは 攻撃を受けることなく西サハラを通過している。1985年9月4日、アフガニスタンイースラム共和国カンダハール国際空港、発動国ファラ空港域のバフタール、アフガン航空、アントノフアン -26 が離陸直後に、死体空ミサイルによる攻撃を受け墜落、乗員乗客52人全員が死亡した。1987年6月11日、 アフガニスタン・イスラム共和国カンダ・ハール国際空港、発動国カーブル国際空港域のバフッタール、アフガン航空、アントノフア二十六が、ホースト上空を飛行中に、ミサイルによる攻撃を受け墜落、乗員乗客五十五人中五十三人が死亡した。九百八十七年十月十四日、アンゴラ共和国、クイト空港発動国ベンゲラ空港域のジメックス、 アビエーションが所有し、赤十字国際委員会のために運用されていた、ロッキード L-100 ハーキュリーズが、クイト空港離陸約4分後に、未知の戦闘員によって発射された、未知の発射体による攻撃を受け墜落、乗員乗客6人全員と地上で巻き込まれた2人が死亡、地上で1人が重傷を負った。なお、攻撃した人物及び発射された物体については、 アンゴラ内戦まっただ中であったため詳しいことは判明していない。1987年11月6日、マラウィ共和国、チレカ国際空港発動国リロングウェイ、国際空港域のエアマラウィショートスカイバンが、途中モザンビーク内戦勃発中のモザンビーク、人民共和国、ウロングウェイ上空を通過した際に攻撃を受け墜落、乗員乗客10人全員が死亡した。 1988年7月3日、イランイスラム共和国バンダレ、アッパース国際空港発アラブ首長国連邦ドバイ、国際空港域のイラン航空655便が、ペルシア湾上空を飛行中、ホルムズ海峡に停泊中のアメリカ海軍ミサイル、巡洋艦、ビンセンスからミサイル攻撃を受け墜落、乗員乗客290人全員が死亡した。 原因としては655便の離陸直後に、ヴィンセンスがアッパース国際空港で待機中であった、イラン空軍の F-14 の信号をご受信し、上昇しながら近づいてくる655便を加工しながら、同艦へ攻撃を行おうとしている、イラン空軍機と誤認したことが挙げられる。1988年11月19日、アフガニスタン民主共和国カーブル発動国。 ジャラーラーバード行きのアリアナアフガン航空、アントノフア -26 が、現在位置を見失いパキスタンイスラム共和国の領空を侵犯、パキスタイ空軍機より攻撃を受け墜落、30人が死亡した。1988年12月8日、セネガル共和国ダカールヨフ空港発モロッコ王国、イニズギャン空港行きのアメリカ合衆国国際。 開発庁がチャーターしたダグラス DC-7 が西サハラ上空を飛行していたところ、モロッコ王国の C-130 ハーキュリーズと5人したポリサリオ戦線が攻撃を加え撃墜、乗員5人全員が死亡した。1992年3月27日、アゼルバイジャン共和国、ステパナケルト空港発アルメニア共和国、ズバルトノッツ国際空港行きの アエロフロートロシア航空役マイナス40が、アゼルバイジャン共和国軍、スホーイスマイナス25より攻撃を受けエンジン故障、及び機体後部で火災が発生、アルメニア国内に緊急着陸を行い、乗員乗客34人全員が無事であった。1993年9月20から23日にかけて、ジョージア共和国スフミ及び国会上空で、 トランスエア・ジョージアとオルビ・ジョージアイ航空に所属する以下の5機の航空機が分離主義者により相次いで撃墜、地上で攻撃を受けた。1994年4月6日、タンザニア連合共和国ジュリウス・ニエレレ国際空港、初ブルンジ共和国ブジュンブラ国際空港行きのルワンダ共和国大統領ジュベナール・ハビアリマナと、 ブルンジ共和国大統領シプリアン・タリアミラを乗せたルワンダ大統領専用機が途中経由地のルワンダ共和国気軽国際空港に着陸侵入を行っていた際に何者かが発射した地対空ミサイル日本による攻撃を受け墜落両大統領を含む乗員乗客12人全員が死亡した1998年9月29日 スリランカ民主社会主義共和国ジャフナ空港発、同国ラトマラナ空港行きのライオンエア602便が、ジャフナ空港を離陸10分後に、タミルイーラム解放の虎の発射したミサイルによる攻撃を受け墜落、乗員乗客55人全員が死亡した。2001年4月20日、ペルー共和国、ロレート県マリスカルラモンカスティラ軍上空を、 飛行していた、個人所有のセスナ185を付近を飛行していた、中央情報局の監視航空機が発見、麻薬の密売人が登場しているものと誤認し、協力を要請したペルー空軍のセスナ A-37 が攻撃し不時着、登場していた5人のうち、キリスト教宣教師のベロニカ・ロニバワーズとその、娘のチャリティの2人が死亡、パイロットのケビン・ドナルドソンが重傷を負い、 バウアーズの夫であるジムと6歳の息子コーリーは無傷であった。1年後、アメリカ合衆国連邦政府は、バウアー家に対し800万ドルの保証金を支払った。2001年10月4日、イスラエル国ベングリオン国際空港発ロシア連邦、ドルマ長ボ空港行きのシュベリア航空1812便が国会上空を飛行中に、ウクライナ防空軍が クリミア半島より発射したとみられるミサイルが衝突し、墜落、乗員乗客78人全員が死亡した。ウクライナ政府は事故により死亡したすべての乗員乗客の遺族に20万ドルの保証金を支払い、事故に対する保証として合計1500万ドルを支払った。2003年11月22日、イラク共和国バグダード国際空港発。 バーレーン王国バーレーン国際空港行きのヨーロピアンエアトランスポートエアバス A300 がバグダード国際空港離陸直後左ウィングチップに地対空ミサイルが直撃し火災が発生油圧制御系統が全損したが乗員のエンジンの操作のみによる操縦でバグダード国際空港へ緊急着陸乗員3人全員が無事であった2007年1月9日 トルコ共和国アダナシャキリパシャ空港発イラク共和国バラド空軍基地域のアリエンター M 航空アントノフア -26 がバラド空軍基地より約 2.5km 離れた地点に墜落乗員乗客35人中34人が死亡した事故原因については悪天候によるものであるとする説とミサイル攻撃による撃墜であるとの説の2つがあり 詳しいことは判明していない。2007年3月23日、ソマリア連邦共和国アデンアッテ国際空港発、ジブチ共和国ジブチ国際空港域のトランサビアエクスポート航空医療支援医るマイナス76が、ソマリア連邦共和国モガディシュ郊外において、墜落、乗員乗客11人全員が死亡した。目撃者は、 航空機が、地対空ミサイルによる攻撃により撃墜されたもので、あるとする一方、ソマリア当局は墜落は偶然であり、事故に対しなんだ関与はないとしている。2014年7月17日、オランダ・アムステルダムスキポール空港発、マレーシア・クアラルンプール国際空港行き、マレーシア航空17便が、ウクライナ共和国、ドネツィク州グラボボ村上空を飛行中に何者かの、 発射した QK37 地対空ミサイルによる攻撃を受け墜落、乗員乗客298人全員が死亡した。当時ウクライナ共和国先部では政府軍と親ロシア派との間で内戦が勃発しており、親ロシア派武装勢力によって撃墜されたものとされるが、ウラジーミルプーチン大統領はロシアの関与を否定している。2020年1月8日に、 イランテヘラン発ウクライナキエフ行きのウクライナ国際航空752便のボーイング737の800型がエマームホメーニー国際空港を離陸直後に墜落し乗員乗客176人全員が死亡したイラン当局は当初技術的トラブルであるとして撃墜疑惑,惑を強く否定していたが一転して2020年1月11日に イラン軍が誤って撃墜したと表明した。2020年5月4日にソマリアのバーデールへ向かっていたアフリカンエクスプレス航空のエンブラエルエンブ120がバーデル飛行場へ着陸侵入中にエチオピア軍によって撃墜され乗員乗客6人全員が死亡した。エチオピア軍の兵士は当該機が着陸する予定だと知らず低空飛行する機体を 敵対的な標的と判断し攻撃したと見られている。ありがとうございます。